みなさんこんにちは。日本語教師のしゅんです。さゆりです。はい、今日は実は日本に帰って今さゆりさん、うわ、おー、クモの巣すごい見えるかな、クモの巣、うふ、怖いね。怖いですね。はい、そう、あの日本に帰ってきてさゆりさんに連絡をしたら、ちょっとさゆりさんが今意外に近いところね、そう、近いところに住んでいたので、そう、ちょっと連絡をして、はい、今日は会うことになりました。はい、初対面ですけどね、初めて会いましたね。そんな感じがしないですね。なんか初めて会った感じはね、しないですね。そう、そうだから今日はさゆりさんが住んでいる町まで、まあちょっと運転して来て、はい、近くにこの湖があるの で、 そうです、ね、見てください。ここサナルコっていう湖ですね。サナルコ、うん、サナルコっていう湖らしいです、はい、見えますか。綺麗ですよね。そう、もうすぐ日没ですから。そう、ピンクですね、空がね、本当に綺麗な時、うん、そうね、でもここはさっきちょっと動画を撮る前に聞いたんですけど、日本で一番水質が悪い、水の質が良くないっていう、うん、でも今は良くなったそうです。前にそういうランキングがあって、日本で一番だった気がします。なるほど、うろ覚えなんですけど。そうなんだ。でも綺麗ですよ今は、ね、本当に綺麗、はい、泳げるのかな。いや、泳げないけどカヤックとかはやってますね。へえ、うん、でもちょっと水質が一番悪いなら、ちょっと落ちたらカヤックが落ちたらちょっと萎えますね。でもね、水が綺麗になる植物を植えたので、うん、それで水の質も良くなりました。へえ、はい、そうなんだ、うん、いやでもいいですね、うん、なんか、お、ここに鳥、すごい、めっちゃ鳥いる。そう、だからちょっとね、うん、今日は今、うん、ブラブラ、はい、歩いて動画を撮ってます、はいはい、いやーすごい。でもまあ、そう、今日は、まあ、トピックを決めてないんで、そうですね。本当に適当に今動画を回していますね。うん、しゅんさん今半袖なんですよ。そう、今11月で、まだ10月か、まだ10月後半なんですけど、まだ半袖っていう、ちょっと季節外れな。でも、あ、半袖じゃないですね。長袖ですね。あ、そっか、長袖か。そうそうそう、なんか来る時、暑かったから、うん、暑いかなと思ったんですけど、うん、意外と寒いね。そうですね、うん、意外と寒い、うん、どうですか、ニュージーランドの湖と比べて。ニュージーランドなんか湖を見るたびに、うんうん、若干ちょっとニュージーランドを思い出すんですけど、うん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 、まあ違いますね。そうですか、やっぱり。そうなんだ、うん、ちょっとやっぱりなんか湖の水質はわからないですけど、うんうん、なんか湖の周りの街並み、うんうんうん、はやっぱりちょっと違うかな。ああ、なるほど、うん、なんかニュージーランドの方が、うん、なんだろう、なんか綺麗じゃないけど、うん、なんか綺麗に見えるように、うんうん、なんか栄えてる、うん、なんかお店とか、お店がそう、うん、あったり、ありますよね、そうそうそう、クイーンズタウンとか、そう、うん、でもまだ、まあ、でもここは有名な湖じゃないかな。そう、全然有名な湖じゃない。そう、近所の人の散歩コースで、ね、本当僕も、うん、まあまあ近い町なんですけど、うん、知りませんでしたからね。そうですね。うん、そうそうそう、いや本当はもう一つ大きな有名な方の浜名湖っていうところに行きたかったんですけど、そう、ちょっとね、時間の関係で難しいかなって。ちょっとね、うんうん、すごい急だったんで、うん、すごいたくさん たくさん鳥がいます、うんうん、見えるかな、ね、絶対見えない、ね、見えないかな。いいカメラじゃないからね、見えない、そうそうそう、そっか、え、どうでしたか最近、うん、なんか毎回コラボレーションして、何か、そうですね、しゅんさんの出張者さん、言えない、しゅんさんの出張者さんが、はい、遊びに来てくれたり、あ、そうなんですか、うん、へえ、なんかメッセージももらったり、あ、うん、あ、そうなんですか、はい、うん、嬉しい、そうです、でも、うん、まだ私の方のチャンネルに出てもらってないので、そう、はい、出たい出てください、出たいですよ。まあ今日はこの後また、うんうん、もう一本動画を撮りたいんで、うん、そうですね、すごい、はい、いいね、うん、楽しみ楽しみ、はい、動画はどうですか、なんか作るのは難しい、
ですか？いや、難しいというか、まあ、時間がかかりますね。うん、あの大変ですね。ね、はい、うんうん、大変ですよね。そうですね。そう、そう、ずっとパソコンに向かってなきゃいけないから、そう、大変ですね。え、なんか動画、うん、なんか仕事全部オンラインじゃないですか。うん、そうですね。なんか、まあ、気分転換、はいはい、で、うん、なんか外に行ったりします。なんか体を動かしたりしますか。うん、そうですね、うん、最近だとここにもよく来るし、まあ、ここ自転車、あ、そうなんですか。自転車とかで、あの、うん、どっか行ったりしますね。なるほど。私は自転車は、グラベルバイクっていう、まあ、ロードバイクみたいな、うん、あの自転車に乗ってるので。なるほど。すごい本格的な自転車ですね。まあそうですね、スポーツバイクですね。ね、ママチャリとは違いますね。違います、ママチャリじゃないです。ママチャリじゃないです。乗ってそうだけどママチャリ。でもスポーツと乗ってます。なるほど、はい、そうか。でもやっぱり、うん、僕もそうですけど、うん、なんかずっと全部仕事コンピューターの前でするじゃないですか。うん、そうですね。だから何か運動しないと、うん、なんか気分転換できないですよね。そうですね。まあ、あと誰とも喋らないこともあるんですよね、結構一日の間で。ああ、なるほど。生徒さん以外で。そう。へえー。だから、うん、ちょっとまあそうですね。なんか喋りたいなって思う時はあります。あ、なるほど。うん、人と。そう。人との交流が恋しくなります。そうですね。交流しすぎると疲れるんですけど、うんうんうん、まあ、時々話さないと、うん、なんていうんですかね。世間から置いていかれるみたいな。なるほど。わかりますか？なるほど、なるほど。はい、なので。そっか。はい、でも一人暮らしでこういう仕事してると、うんうん、確かに1週間話さない日とかありますよね。そうですね。ね。そうですね。はい、そっか。でもしゅんさんは結構社交的だから毎日誰かと、ね、うん、話すんじゃないですか。そう、そうですね、うん、日本に帰ってからもほとんど毎日どこかに行ってますね、うんうん、そうだって昨日連絡来て私、そうだから12時間後ぐらいになってますよね。そうです、そうです。昨日の夜で、あの、連絡して浜松にいるっていうことだったんで、そうそうそう、あの、じゃあ明日会いましょうっていう話になって、はい、ちょっと 急でしたけどね。そうですね、急ですけども、うん、すごく、うん、いいですね。そっかそっか、タイミング良かった。あ、なるほど、うん、確かに、あの、休日はちょっと、うん、なんか他の日本にいる他の友達とかが、うんうん、あの、休みだから。そうです ね、ちょっと忙しいじゃないですか、うん、なんか他の友達にも会いたいじゃないですか。そうですね、うん、だから平日は、うん、多分ちょうど良かったです、ね、そうですね、ちょうどタイミングが合いましたね、うん、タイミングがあって良かった、うん、そっか。雲こんなにいるんです ね、 そうですね、怖い、これ顔に、うん、当たっちゃう、ここに絡まっちゃいますよ。怖い、怖いですよねこれ、うん、でっか。いや、でもこんな大きい雲って多分あんま、うん、日本だけ見えるかなこれ。ちょっと大丈夫ですか。怖い怖い。これ映ってるか分かんないけど本当に大きいですね。本当に大きい、多分このぐらい、このぐらいかな、うん、そうですね、本当にこのぐらい大きい。まあ、でもちょっともうちょっと近くで映しましょうか。何ですか。あのボート乗ってる人いますね。あ、うん、すごい、あれは競技。そうですね、高校生の部活です、ね、すごい、うん、あれ、ああいうのやったことあります。やったことはあります。ここで。いや、ここじゃなくて、まあ、カナダにいた時。ああ、うん、あれ、え、ああいうなんか、うん、あ、競技用のドラゴンボートじゃなくて、あの、普通のカヤックとか。あ、はい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 。でも一応競技にも出たことありますよ。すごい、じゃあ上手なんですね。全然めちゃくちゃ下手です。僕確か、あの、カナダで僕も、カナダで僕も、うんうん、カヤック乗ったんですけど、うんうん、レースで、うんうん、あの、みんなでレースして、うんうん、1枚になったんですよ。え、すごい。そうそう、でもそこでちょっと調子に乗りすぎて、うんうん、そのまま転んじゃって、うん、もうポケットの中になんか携帯とか財布とか全部入ってて、うん、全部なくしましたね。最悪ですね。そう、最悪な思い出が、うん、ちょっと調子に乗っちゃダメですね。そう、調子に乗りやすいんで。はい、これかな。あれ、もう行っちゃった。早いですね。早いですね。あ、どこだ。あ、向こうか。あ、でも早いですね。めっちゃ早い、うん、そう、なんかここで、うん、これ見えるかな。なんかいろいろ、なんて言うんですかね、カヤック、ドラゴンボートって言うんですか、これ。わかんないです。ドラゴンボート、カヌー。ドラゴンボートはなんかもっと人数がいた気がする。どうなんだろう。カヌーか。高校の
部活で今練習してるみたいです。すごいね。そっか、じゃあまあ元気にしていたんですね。はい、元気です。しゅんさんはどうですか、病院行ってませんでしたこの間。この間の動画ですよね、そう、あれはね、あれはまあなんか、そんな大したことじゃないんですけど。あ、そうなんですか。はい、なんか病院、なんか耳の中にワックス、なんか多分いろんなところ行ってたから、はい、その時のいろんなのが溜まって、で、なんかシャワー入って、耳に時々水入るじゃないですか、その水が入ってそれが抜けなくて、で全然聞こえなくなっちゃったんですよ、両耳。怖い。そうだから両耳、両耳聞こえなくてそうだからあのもう叫んでもらわないと聞こえないくなっちゃって、そう、それでまあ、そのワックスを取ってもらったって感じですね。今はもう大丈夫。もう今はもうね、もう大丈夫です。よかったよかった、本当に。耳聞こえないと結構辛いです。辛いですよ。仕事もできないし。本当に。もう取れた瞬間は感動しました。なんかそうです、ね、世界が変わりましたよ。そうそうそう。ここ開けてていいですね。あ、本当に。すごい。ちょっとここでちょっとのんびりしますか。そうですね。寒いですね。半袖ですからね。いやー、すごい。でも綺麗。なんか散歩するのいいですね、ここ。そうですね、ちょうどいいですね、近所だと。そっかそっか、ここでぐるっと帰りますか、ここで。そうですね。なんかあります、また折り返しましょうか。いや、そこ座るとこがある。ああ、向こうまで行きますか。なるほど、そう、はいはい、そうなんですよ。何か今後の、はい、あの予定ありますか、その今後の予定なんかあ、そうそうそう、宣伝ですか。まあ、宣伝してもいいですよ。宣伝してもいいですよ。もうしちゃってください。私あのサユリセイングっていうあのチャンネルをやってて、あのポッドキャストを作ってるんですけど、そちらのトランスクリプトが見られるウェブサイトを作ってます。だから皆さんぜひ見に来てください。すごい、なんか今すごい頑張って、すごい作ってるみたいなので作ってるみたいな、あ、そうそうそう、作ってるんですよ、すごい頑張って、はい、頑張って自分ね、そうですね、頼むとことプロの人にお願いするところもあるんですけど、基本的に自分でやってるので、はい、頑張ってますので、ぜひ応援お願いします。はい、ぜひ行ってみてください。はい、ね、すごい、自分で作るのはちょっと僕苦手なんで、いや結構尊敬します、ね。楽しいですよ。楽しいですか？そうそう。それがすごいんですよね。楽しいって思えるのが。でもポッドキャスト作ってて楽しいでしょ？ポッドキャスト、そうですね、楽しいですね。なんか難しそうってやっぱり先入観かな。あ、その機械ですか。そう、あ、ウェブ系が全然ダメで、へ、そう、自分でもだからポッドキャストとかこういうオンラインの仕事をするとは本当に思ってなかった。そうなんですね、はい、そうなんですよ、これ綺麗ですね。本当だ、綺麗。でも見えるかな。あ、でも見えますよ、多分。虫がすごいですね。本当ですね、ほら、本当だ。今すごい夕焼けが綺麗ですよ、ね、今。虫もすごいけど、虫と鳥がすごいね。すごいいい感じです。そうですね。はい。そっか。なるほど。じゃあまあ、そうですね。またちょっとさゆりさんの、はい、チャンネルにも、はい、出たいですね。はい、ぜひお願いします。そう。まだ出たことないから。そうなんですよ。ね、タイミングが。でも多分忙しそうですよ、ね。いやいや、私は忙しくないんですけど。本当？ですか？でもこうやって実際に会えるのはね、嬉しいですね。ね、やっぱ前はスカイプだったんで、実際に会うのとスカイプはちょっと違いますからね。そうですね。そっかそっか。なるほど。第一印象なんですか？そのオンラインと実際違いますか？あ、さゆりさん？全く同じかもしれない。私も全く同じですよ、ね。本当ですか？本当に。第一印象全くなんかもうそのまんまかもしれない。画面から出てきたみたいな。そう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 。だからなんかだから最初から初めて会った感じがしないかな。そう、しゅんさんもそのままですね。あ、そうですか。本当に半袖で着て、半袖でちょっと笑ってしまう。日本にいたら浮きますね、本当に。そうですか。でもなんかもう慣れましたね、今。気温もだいぶ。はい、そうそうそう。そっか。じゃあまたちょっと次はさゆりさんのチャンネルで、はい、ぜひ遊びに来てください。はい、そうね。まあ今日の動画はこんな感じです。はい、もう、今日はブラブラしてね。
今日ね、多分ね、でも今日は N43 とかじゃないですか、多分。なんかやっぱり友達、地元の友達とかと話すと、もう N3、N2、N1 レベルになっちゃいますよ。そう、今日はまあ私もゆっくり話します。そうそう、さゆりさんもいるし、そうね、一人で話す動画とかだと多分 N54 ぐらいまでコントロールできるんですけど、今日は多分 N3 ぐらいかな。はい、じゃあ今日は N3 でした。N43 ぐらいのレベルですね。はい、そっか。じゃあ今からちょっとカフェとかレストランに行って、もうちょっと話しますか。はい、そうですね、せっかく日本にいるんで。そうですね。はい、ではこの動画はこれで終わります。はい、はい、また次の動画で会いましょう。はい、はい、じゃあまたね。バイバイ。